狩野翔の未踏ドライブパークゴルフ編。よし、さあ、もう勝負も佳境に気づけばね、入ってきましたね。入ってまいりました。ここ暑いな。木陰にしよう。左利きの清水さんが有利かもしれないですね。8ホール目。8ホール目。練習通りだね。よし、同じ方向行ったな。飛ばす。いや、もうめっちゃ飛んだね。ホームラン。めっちゃ飛んだ。ホームラン。ホールあっちだよね。ホールあっちですね。ホームラン。次は俺だ。パリかな。あのこれね、俺作戦も見えてんですよ。バコーン打ってあそこの木にズドーン当ててコーンですよ。いや、それできたらマジでかっこいい。なんかライジングインパクト名乗れますけどやめた方がいい。あの木をとりあえず狙えばいいんだもんな。とりあえずそうね。でもね、全然木を狙うぐらいのイメージでいいかも。うん。おや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 、そこにいる。入れる方。あ、おやおや、いやー、いい準備運動になったな。ちょい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 、よいしょ。あー、ちょい、いい準備運動になったな。はい、プラス1やったで、こいつ。まあ敵チームも1回やってるから、これでプラマイゼロと言えばプラマイゼロかもしれないけど。じゃあ仮に今練習通りで、えよし、うんうん、いいんじゃないですか。うん、いいよ。いいんじゃないの。いいいい、すげえいい。ほら、すげえいい。しゃ、すっごいいい。よし、すごくすごい良すぎてちょっと悔しいね。すごいいい。次は清水さん。じゃあ俺行きますかな。はい。お、いい。ああ、うん、飛距離足りないかも。ここは堅実に行った方がきっといい。おお、いい感じかもね、純ちゃん。なら俺堅実に行けないんだよな。いや、もう思いっきり力加減がさ、そこの手前の木に当てて、奥の木に当ててコンコンコン。すげえよね、それできたらね。いくよ。はい。おー、飛ぶね。おー、飛ぶね。隣のレーン行くところ、いいところ。あ、すごっ。ちょっと行き過ぎたかな。ちょっと行き過ぎた。清水さんの2打目。うまい。うまっ。あ、いい。めっちゃうめえ。おお、いい感じ。めっちゃうまい。与座氏は？僕の2打目ここです。あ、でも与座さん直で狙いんじゃないの？そう、案外いい場所なんですよ。確かに。フルパワーです。フルパワー。分かってますよ。はい。あ、弱いか。ちゃんといいところ。弱かった。また与座さんか。与座っちかな。マジかい。のが3打目。マジかい。もうここで1だ。くそ。これで入れればいいんですよ。これで入れればいいってことですね。 OK。 あ、うまいぞ。うまい。強い。うまいけど。あ、強いね。よく飛んだけど。結構いきましたね。また俺か。そうだね。もう嫌だ、この繰り返し。なるほど。ゴルフのもしかしたら辛いところってこういうところなのかな。まあちょっと飛ばしすぎなんだと思うんですね。やっぱね、なんか惨めな思いを。惨めって言わないでください。するよね。今惨めって聞こえてる。言ってない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 。惨めな思いをまで聞こえてる。言ってない言ってないよ。すごいね、ちゃんとあの反応するのが芸人ばりよ。ね、情けない感じでね。情けないも聞こえてるから。情けないも聞こえてる。ああ、こう偽物みたいな感じで。偽物。長いの。もう何回やるのこれ。はよ打って。あー、いいよ。いい。オッケー。いいよいいよ。次は俺かな。笠間くんかな。めっちゃ埋まってる。2打目。そこにあるんだ。お、いい。あー、やっぱでもそっちなんだよ。これが振動み。なめ。これもそろそろちゃんとこう芝を読んだ方がいいっていうことですよね。いや、急にやっぱそういう感じになってきたよね。ここじゃない。ああ、おお、惜しい。
いいじゃん。惜しい。いい。次は俺ですね。ですね。はい。じゃあ三打目いきます。え、うまっ。あ、外した。惜しい。惜しい。惜しいね。我も三打目。ちょっとやっぱこっちに打った方がいい気がするな。こう。あ、やりすぎた。やりすぎたよ。次は俺かな。芝の見方で知りたいね、ちょっと。そうね。このなんか これ多分意味あるんだよね、きっとこう、うんうんうん、こう刈られてるのは。そうと思うよ。四、うん、打目。いい。うまうまうま。パーです。一ホール目は何だったんだ。練習です。ちゃんとウォーミングアップしてる。次僕。うん。5打目。5打目。一人だけなんか打数違う。おお。いい嫌われ方してますね。おお。パパ。あんな強く打ってんのに。よっしゃ。佐野くんも安定したよね。いや後半安定してきましたね。さっきめっちゃ嫌われてたよね。そうそう。ただね、ちょっとちょっとOK 3打ここに来てから3打7打。いや僕がここが8ホール目。はい。プラスマイナスゼロ。ちょっとマイナス作りたいな。これそうですね。僕ね、今入ったんですけど、はい、バーディーです。バーディー？三打。三打？三打。ちょっと誰も見てなかったかもしれない。ごめん、ちょっと見てなかった。カメラが見てました。三打で入れたってこと？三打で入れた。おう、バーディーです。わお、すげえ主役みたい。ま、カリーのショーのミートドライブですからね。さあもう次でラストホール。はい。9ホール目はどこにあるんですか。それじゃね、違う。あっちか。あ、ありますね。あ、最初に与田さんがぶっ飛ばしたところが9ホールなんですね。はい。与田さんが派手に受けを狙って飛ばしたところが、全然1回も受け狙ってない。まあここで皆さんに相談なんですけど。何ですか、はい、ダメです。チーム変えますか。いや、もう次最後っていうことで、ええ、笠間さんいないしね。笠間くん。あの、水分補給してます。はい、大事。まあ、だから次、まあ、笠間さんいないからちょうど多数決も取りやすいし 3人いるから、ええ、次のホールが本番ということでいいと思う人。はい。いや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 、味方じゃないの。もう諦めかなと思って、ここだって今だって勝ったって負けたってもう結果変わらないからつまんないじゃないですか。はい、いいんですかそんなんで。いやいやいや、結果つまんなくならないようにここの8ホール目までやらないと。いやだからまあ、うん、最後、まあ、だから今こう3人でちょうどこれ最後だからこれで勝負しよっかって話でまとまったところなんです。あ、そうなんだ、はい、これで勝負するって一人だけほざいてる。いや、それでまとまったんですよ、ちょうど笠間さんいない間に、うん、多数決で。どう思います？だってもう何をど、うん、俺だってマイナス5とかで打っても勝てないですから、ね、でもだってチーム戦ですよ、チーム戦。そうだよ、俺のスコア。そう、清水さんのスコアめちゃくちゃこう上がってるってことでしょ。違う、もうどこ何が起こるか分かんないですよ、だってこれ。そうだよ、1打で入るかもしれない。そう。え、違うぞ、みんなも刻むかもしれないから。そうだよ。え、与田さんがホールインワンすればマイナス3できるんですよ、だって。普通これなんかみんな、あ、そうだねで終わらないの。みんな嫌がるの。そんなもんなの普通みんな。いやー、しょうがないなみたいなさ。初めてのゴルフだもん。違う、ちゃんとゴルフを楽しみたいんですよ。しょうがないなの流れあるじゃん、普通。なんでみんなゴニョゴニョゴニョってしたよ。どんなにマイナスしても俺負けですよ。多分プラス15以上。じゃあ、なんだろう。今、勝ったらホテルグレードアップじゃん。はい。このホール単体でチームバラして負けた人がお土産する。ああ、そうします。それいい、部分的にいいんじゃないですか。おということで、まとまりました。はい、最初と、はい、まるっとちょっとルール変わりますけれども、弊社マネージャー与座がブー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 を言い始めたため、はい、負け犬がね、変わりまして、惨めで何でしたっけ、惨めで晒し者で、ね、笑い者で情けなくて泣くようね。
もう行かないよ来て来て、はいはい、なので最後のホールで負けた人が、次の水戸ドライブのお土産コーナーの金額を負担するという、はい、なるほど、ことに1人負けかな、1人負けですね、まあ、同点だったら2人で分割しましょう。あ、それもいいですね、うんうんうん、いいですね、いいですね、はい、でももうあれですよ、みんなこれでホールインワンホールインワンホールインワンって言って、そしたら自分でみんな自分で噛むで、ね、みんな最後調整してくれるってことですよね。はい、やりましょう誰から打ちますか。紳士のスポーツに八百長を持ってきましたまあ、とりあえずトップはヨザさんでしょ。ヨザさん、そうだ、ヨザ力だよね。もう何も気にせず、スカッとスカッと1打目打ってくれればいいから。ゴールどこ、ゴールどこにあるの、カップどこ、じゃカップがマジでどこか分からない。ちょっとあの あっち向いちゃってるけど、どの辺、あの鳥みたいなやつの手前だ。手前です、そうですそうです。あー、なるほど、まあ、手前、あー、あれか、うん、はい、はいはい、ってなったら、なんかしかしここはなんかいいロケーションですね、このコースはね。こっちからこうか、オッケー。そういえば、ね、全然写真撮ってない。そう、まあすみません、しかもめっちゃ荷物持ってきたからまとめて撮る、そうしますか、うん、じゃあ打ちましょう打ちましょう、せめて見て、はい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 、見るよ、どうせ負けんだから俺見るよ見るよ、ちょっとあの動画撮るか、動画わからんわからん、はいはい、動画撮るから、はい、このあの敗者の記録、敗者の記録じゃないねさあ、いいですよ、ちゃんと押さえておきますから、かっこいいショット、おい、いじめだね、いやでも悪くはない、いいとこ行った、まあ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 ね、全然悪くない、行きましたね、イメージとは全然違ったけど、はあ、2人目はどうする、2人目はこれ行く、じゃあお願いします、じゃあちょっと純ちゃんの、だって翔ちゃんバーディーだもんね、だって、うん、純ちゃんのショットを、うわー、これむずいよね、こう縦がいいかな、こうだな、あ、珍しい、 あら、空気読んでくれた、今の普通にミスりました、今の今の普通にミスったぞ、いいよ、じゃあ俺行きます、元気出てきましたよ、清水さんです、清水さんは、貫禄はめちゃくちゃうまそう、いい、お、上手、うまうまい、めっちゃいいとこ飛んでる、おお、よし、すごい、一人手応え感じて歩いていきましたよちっちゃい声でよしってどこだ、純ちゃんボールどこ行っちゃう、どこ行ったその辺だと思ったけどね、まあちょっと狩野さん打ったら探しましょうか、はい、どこ行った、どうして打っちゃっ、いいよ、大丈夫、うん、流れ球気をつけて、え、あそこか、あそこだもんな、よし来ました、ここだここだ、いい、おー、ぶつかれ、まっすぐ、最高、いいよ、ぶつかっちゃった、おー、いいよいいよ、みんな分かってる、彼聞いた、ぶつかれっつったよ、みんな分かってるどこ、じゅんちゃんこの辺だったよね、この辺だったと思うよ、うん、黄色だよね、黄色、うん、オス行ってそうだな、これこれ下が空いてるからね、そうなんですよね、抜けちゃってそうだね、手にしろ、あったあったあった、ここあった、全然手前、全然手前だった出しとくよ、ありがとうございます、うわすごいところに、いいよ、みんな分かってる、これなんかちゃんといい勝負を演出してますよ、空気読んでくれてます、うん、いや順調順調、一人だけ空気読んでない人いるいくよ、ちっちゃい声でよしって言ってほい、とりあえず戻すしかなかったって感じ、じゃあ狩りかな、次俺だ、
で、次が、狩りの2段目ですね。これパー4か。パー4。よし、じゃあ行きますよ、翔さん。めっちゃ名前カメラマンに呼びかけるんじゃない。カメラマンの下の名前で同じ名前なんだもん。これまっすぐ行ったらホールインワンいけんじゃないの。もうホールインワンじゃねえよ。そっか。今2打目だからイーグル。イーグル、そうだね。あ、俺すごい今自分がバカなことを自覚しちゃった。もう今が1打目だと思ってたってことだもんね。よし、お、いいよ。ね、いいよ。みんな多分ね、疲れが俺の負のオーラと負のパワーをこう与えてるから、みんなにやられてしまってる。筋肉マンみたいな。3打目です。はい、お、いい、おお、走ってるね、球が走ってるよ。球が喜んでる。めちゃくちゃいい。よし、いいね、いい。 OK、ちょっとやばい、集中し直した今から。ちゃんと次は、次僕ですかね、2段目相田さんですね。与田の2段目、なんかすごいくぼみ。おお、うん、やばいやばい。あらまあ、与田さん、そんな自分で演出しなくても。感動のラストをね、よし、ね、ここでボギー決めちゃいますか。ボギー、ボギー、バーディー、バーディー。よし、ここだ。さあ、ボギー宣言。あ、ああ、思ったんとちゃう。これは、これは思ったんとちゃう。これは、これは、はい、ようやく俺かな。そうですね、はい、はい、2打目です。手応え感じた清水さん。いい、いい。うわ、は、は。え、イーグルってことですか。イーグルだよ。は、は。いやいや、もうみんなやめろ。どうなってんの、あんたたちのボス。最後にどういうことですか、これ。もう俺ら打つのやめて帰りません。もういいんじゃないですか、勝負。やったよ。もうここでみんな上がりにします。もう良くないこれ。やる気なくさないでよ。やば。なるほどね。次は、ヨザチか、まあ、僕やりますよ。翔ちゃんかな。つまんな。いや、俺の球はあんなところにいる。一番やらかしましたね、今日。今振りましたよね。違う、今練習してる。今振りましたよね。見てた見てた見てた。まだ振ってないですから。振ってない、全く動いてない。じゃあ行きますね。当たれ。あ、そう。え、惜しい。はい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 、はい、今のが3打目では、じゃあ僕ですね、4打目。これもうちょっと手前に、うん、あのパターンでいいんじゃない。あ、はい。この辺ですか。ここだな。でもこれで決めりゃこっちだな。うわ、うまい。お、うわ、え、やめます。すごくない。すごいすごい、やめます。やばい、今のすごくない。芝も読んだナイスなショットで、見て、パーパーパーです。やめます。俺も次でパーだからね。次、俺次4打目ですよ、これ。すごい、だから一緒、今一緒。いやいや、気分がいいですね。イエーイ。ヨザチどうする。もう俺は打ちたくないですけど。じゃあ俺打とうか。これ3人とも決めればパーパーパーってことでしょ。そう、みんなパー、一人勝ち。そうだ、そういうことか。そしたらお土産代3分割できますか。状況を整理しましょう。パー、パー、はい、パーが今2名。
はい、パーです。でもまだ、だから次決めれば、これ決めればパー。そう、パー。そう、今何がかかっているのかと言いますと、もしかしたら途中でここで一回話がぶつ切れてるかもしれない、はい、最後のホールだからということで与座さんが言い出しました、はい、あのお土産を全額負担する人をこのホールで負けた人にしましょうというふうに、ルールが変更されたところでございます、はいはい、でもう3人とも上がりました、はい、清水さんイーグル、神野パー、赤間パー、はいはい、でここで与座氏が決めればパーということになります。で同点の場合は同点の人として割り勘、割り勘でございます。あ、いいんじゃないですか、はい、うん、3分割しましょう、3分割仲良くね、仲良くね、最強、最強の3人ね、そうそうそう、プレッシャー、ね、これプレッシャーかかんな、これこれ神様、はい、これプレッシャー、これ安松頑張ってんだよ、これ、まあ、これ安松頑張ってんだ、仕事頼むぜ、支払い独り占めの可能性がありますね、そうおおお惜しい惜しい、もう支払ったかと思ったのに、ああもう今でもうあの感動のフィナーレが BGM としてかかるかドゥ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 みたいな悲しいのがかかるか、ねえ、いや入ったでしたね、入ったらテレレ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 だったのにね、いやでも最後まで見せてくれたよ、まあこう入るか否かのところで一回1話終わりましょうか、すごかったね、さあっとお土産はマグネットまでですご当地マグネットまで、わかりました、あー、いや楽しかった、なるほど、ドラマチックだったね、たっぷり楽しんじゃったね、はい、ということで、楽しい楽しい初めてのパークゴルフが終わりました、白熱しましたね、ドラマがあったね、ドラマがあったねすっげー楽しかった水戸ドライブ史上最もな撮れ高なぐらい、なるほど ね、 ね、あのわざわざ特番組んでやった回あったでしょうありましたね、これはその価値がありますよ、ありましたよ、楽しかった、いや楽しかったね、じゃあ、まあ、あの最後のこの最後のコースで、まあ、ビリッケスだった人はうんぬんのやつはもう先ほどの結果を見ていただいた通りということになりましたが、最も大事なのはホテルの部屋のグレードがどうなるかでございます、いやそうですよ、チーム戦で、はい、ハッピーそうです、チーム戦だもんね、チーム戦でしたからね、そう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 、僕と純ちゃんのチームと、はい、清水さんと与座さんのチーム、はい、うん、清水さんのね後半追い上げがすごかったからね、すごかったですか、それがどう影響してくるか、他人事冷え入りそうな声で、はい、じゃあ個人成績から出していきましょうか、そうしますか、出していきますか、はい、じゃあまずは、はい、清水さんからいきますか、はい、清水さんの個人成績、個人成績はプラス8です、おお、なるほど、なるほど、はい、巻き返しましょう、こういきます、こういきますね、こういきましょうか、各ホールの数字も一応言っとこうかな、はいはいはい、はい、ね、1から順番に43、0、1、2、0、0、0、そこからがすごいね、すごい、追い上げがすごいですね、追い上げがすごかった、はい、はい、じゃあ次私ですかね、じゅんちゃんのスコアは、私の最終スコア、はい、プラス7です、おー、すごいすごい、はい、各ホールごとのは、各ホールごと、1ホール目から、プラス2、0、うん、プラス4、こう崩れた時ね、プラス4、マイナス1、プラス2、0、0、0、0すげえ、すげえでございました、はい、じゃあ続きまして私カリノのスコア、はい、うん、はい、プラス6です、わあすげえすげえ、やっぱ前半8、7、6、8、6貯金がでかかったですね、確かに前半すごい貯金だったもんな、ホール1から、0、0、マイナス1、プラス3、プラス1、プラス2、プラス2、マイナス1、0、はあ、最後のバーディーが効いたね、効きましたね、という感じでございました、つまり8、7、6で、俺何出せばいいってことですか、岩さんが4だったら同点ですね、プラス4ってことですね、はい、そうプラス4だったら同点、はい、岩さんのスコアは、はい、プラス、まあ一応プラスなんですよ、ごめんなさい、プラスね、はい、プラス19
3233130331919 サッカーだったらすげえ強い。勝ち点だらけ。勝ち点だらけ。プラス3プラス2プラス3プラス3プラス1プラス3プラス3プラス1超強い。負けなしだから。すぐもう予選リーグ余裕で勝ち抜ける。サッカー負けなし。フロンターレぐらい強いです。ちょっと前の。うん、はい。じゃあ、はい、チームの総合としては。総合としては、僕と純ちゃんのチームが7と6、はいはい、13、はい、13ポイント、ね、こちらが8と19で、はい、27、7。数字がでかい方が勝ちでしたっけ？勝ち点システムだ。いやゴルフですからね。ゴルフのルール始まる前に散々説明されましたよ。そうですね。まあ試合に負けて勝負に勝ったみたいなところでね。僕らはね。与田さん全負け。すごいですね。肉を切らせて骨、骨？肉を切らせて骨を立つ。骨も立つ。次は何で対決しますか？いやー楽しかったー。はい、じゃあ約束通りお二人の部屋のグレードは、はい、ありがとうございます。やったー。ということは僕もなんか絡ませてもらえるんですか？あ、まあ泊まりに来ないと来てもらって。そうですか。あのまあちょっと現地まではちょっと実費になりますけれども、はいはい、あ、じゃあ、はい、どうしようかな。もしあれならその部屋を僕泊まりますけど。あ、そうですか。まあという感じでね、はい、はい、まああれですよね、まだ全然言わない方がいいですもんね。言わない方、まあまあまあそうですよ ね、 ね、そうですね。まあまあまあ、ちょっとどういう風になるのかはちょっと。まあでもなんか電話でね、その直前の放送会でいろいろ話してたんで、うん、ね、ね、天の声だけでは飽き足らず、ね、電話出演までさせられた私。ね、はい、屋久島行きたいってめっちゃプッシュしたけどね。そうそう、はい、あの案がどうなっているのかっているのか、ね、はい、パークゴルフの成果で決まったのかもしれませんね。はい、はい、ということで楽しい楽しい、パークゴルフが、終わったんですけれども、うん、これはちょうど沖縄編、狩野賞のミッドドライブ沖縄編の間に差し込まれているということでございまして、うん、次回からは4日目、はい、沖縄編最終日の、放送となります。そちらも今度は4日目ってどこ行きましたっけ？あれだよあれ、朝早く集合して、うん、くっそ早く行って金の竜の釣りの方じゃない？そうだよ。いやすごいよこれ。これはまたすごいです。これ俺まだ天の声入れてないんだよな。そう、純ちゃんもまだ知らないところだ。まだ入れてないんだよな。俺もまだ編集しないです。ここから、清水さんは編集と、はい、純ちゃんには天の声の吹き入れと、仕事がまだまだ盛りだくさんでございますけれども、4日目突入です。そちらもお楽しみに。楽しみに。はい、パークゴルフ編以上です。どうもありがとうございました。